はい、ご視聴していただいてありがとうございます。信長の野望をね、大切にやっていきたいなと思います。工業は進められるね。承知いたしました。ここまでか。防衛やってない、ないんじゃない？防衛。ここね。承知いたしました。うん。まあ、こっちの方はもうあと全部兵糧に全部変えられちゃう、変えることできるからね。もう、ここら辺を土地、九州取っちゃえばね。ここら辺ね。まあ、それ美味しいよね。九州からスタートはね。今は待て。お、帰ってってくれたらいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。この城、いただくとし。片付けない。半年か。じゃあ、一回講和しようか。は。一番も評論ないしね、一番切ってるからね。報告いたします。ご命令を。じゃあ、防衛しよう。は。で、いらないやつあるよね、多分ね。撤去しよう、いらないのは。ここいらないね。準拳銃いらない。こんなのいらない。ああ、準拳銃これちゃんと作ってくれてるじゃない。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こっちも勝てるんじゃん。勝てるんじゃん。ああ。もう、ここで当てちゃえば、あとは一気に多分取れちゃいそうな気がするね。うん。九州征服制圧まで近いね。承知いたしました。使いの者が来た。あ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。報告いたします。ご命令を。これ農業やらないとね。農地の少ないところから順にね。は。そしたら商業も進める場所ないから、このまま自動的にやって、開発はオートでやってくれてるから問題なくて、歩兵もやったよね。うん、進めればいいね。この志、必ずや果たしてみせる。報告いたします。これより表情を始める。そしたら、取りたいのはもう取ってるから、あと高速行軍とかぐらいだね。うん。軍事取っとけばいい感じだね。あと農業もちょっと取っときたいから、軍事農業だね。64、48、44。44じゃん、46がいる。これにて表情を終える。農業ここまで取りたいんだよね。あ、開墾支援と、もし開拡張、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ここら辺も取っておくべきだね。ただ、佐々木高速工具にとって。開墾結構やるから、自分ね。うん。これ取っとこうか。ゲチよ。一旦やるとこっち攻めたいね。我が軍略、お見せしよう。
これもっと持ってこさせたいね。3万8000ばっかじゃない。もっと持ってこさせたいね。2万5000。だと持ってこない。2万3000。も、出してこない。で、1万9800円。これが限界なんだ。向こうの出せるの。うん、全部作ろう。出陣する。これ勝てるね。破れし者は朽ちるのに。うん。他愛もないものだ。で、1しかいないんだったら取れるんじゃない ?3 人いるもんね。取れる、取れる、取れる。で、ここも多分取れる。これはこいつが歩いていけばいいかな。地は、こっから行けば取れるんじゃない？一応何部隊の後ろか知らないけど、とりあえず4部隊あれば大丈夫でしょう。9000で来んの？あー、上限いっぱいまで持ってくるか。やめようか。じゃあじゃあ行きます。じゃあチミチミ行こうか。我に続け。え、なんか言ってる。我に続け。あ、向かってるやつか。じゃあこれで行こうか。ちょっと我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。したらこれはもういらないね。返そうか。こっち取れないからね。どうせ行っても。こことここ二つぐらいかな。で、あとこいつはちょこちょこ取ってけばいいかな。うん。あー、これ、いけれたね。どうだろう。まだ二日しか経ってないから。二日しか経ってないから間に合うかな。どうだろう。ちょっと行ってみようか。ここであれか。兵作っちゃうから無理か、どっちみち。じゃあやめよう。報告いたします。ご命令を。あと歩兵しよう。歩兵。承知いたしました。
は。こんな感じだね。たわいもないものだ。いいね。片付けない。手を打ちましょう。まあだいぶ取れてきたん。感じじゃないかな。すごいよくはいいじゃない。待って。毛利がいるの。毛利嫌なんだよね。でもこんないっぱい広い領土が持ってる毛利でしょ。うわあ、これ一気がすごいよ、これは。報告いたします。ご命令を。はっ。ちょっと悩むね。毛利対策なんか考えなきゃダメだね。この城もらい受ける。かたじけない。ちょっとここのあれこうちょっとやめとこう。毛利と隣接しちゃうから。手を打ちましょう。7000いくつじゃ嫌だね。こっち行こうか。待てよ、7000いくつも見ようかな。うちら1万2000しかいないもんね。7000いくつのこっちの方がいいかな。じゃあ進め。いやでもこっちでいっぱい持ってきそうだよね。まあいいや。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。これは包囲にして交渉しとこうか。ゲーム開放の、あ、コア会場でもいいな。この城もらい受ける。じゃあ帰ろうか。うん、もうあっちと戦争で できる頃ですからね。報告いたします。今さんと戦争できる頃なんで。これより表情を。兵糧もそんな減ってないしね、今回ね。うん。いいかな、農業軍事でね。63、48、48。これにて表情を終える。大規模開墾とかなんかいっぱいあるね。農地拡張2とかもね、こういうのもね、どんどん取っていきたいね。あとは欲しいのないね。ゲチよ。かしこまりました。歩兵だね。承知いたしました。いやー、長宗我部さんとこれ同時に戦わなきゃなんないってことだよね。
で、おまけに長宗我部さんってさ、あれなんだよね、ここら辺ってさ、すごく戦場は狭いんだよね。悩みどころだね。朝廷から。ちょっとこれ詐欺だよ。一万の背中。こんな、持ってきた、あげられない、あげられない。うん。報告いたします。先月の収支です。承知いたしました。うん。取引を行いましょう。ねえ、一番いくつもあげんだったら票を買っておいた方がいいもんね。で、戦争しようか。我が軍略、お見せしよう。3万5千で大きいからね。1万9千のところ当たるのか。1万9千のところで当たるんだったら、もうちょっと減らしてもいいか。2万1600。ああ、だって3万7000持ってきてくんないんだね。うん、じゃあこれで持っとこうか。当たるのは36日後なんで。出陣する。開発で。2個作れるね。はっ。うん。一応3個作っとこうか。はっ。じゃあ進めようか。我が覚悟。お見せしよう。報告いたす。ご命令を。かしこまりました。じゃあ進めていこうか。評論買っとこうか、ちょっと。取引を行いましょう。ありがとうございました。この志、必ずや果たしてみせようぞ。出来上がってるね、1個はね。なんで2個出来上がってないんだね。1個しか出来上がってないね。負けた、悔しいな。こいつ帰らないで待ってるでしょ。ああ、ちょっとあれ使っとこうか、対面。今いっぱいやられちゃったからね。歩兵アップ使っとこうか。手段は選ばぬ。勝つためならな。報告いたします。これより表情を始める。そうだね、これでね。うん。67、50、51。これにて表情を終える。グズ欲しいね。
対面でやるかなとしょうがないな。対面もそんなにいらないし。あ、絶好調上昇中、これでもいいし。水上はいらない。取っとこうか。大規模開墾。じゃあ確証、ここ、次はこっちだね。うん。ゲチよ。じゃあ進めとこうか。いやいや、だって3つ出来上がってるぜ、準拳上。3戦も多いんだぜ、勝てるぞ。ありえない。3000も多いのにありえないね。進め。1万9000になっちゃったのか。うちら2万出ないもんな。このぐらいまでしか出なかったね。行きたくてもなんか行けれるだけの兵がいないね。今回ダメかな。うん、いいんです。命令を。今回はちょっと島津さんの方が有利だったかなってところだね。うん。我が覚悟、お見せしよう。待機せよ。島津さんの意地が。行くとしようか。まあ、もやもや、まあ、しょうがない、行くか、これ。出陣する。もう帰ってきてるしな。しょうがない。まあ、だいぶ。ゾンビアタックで潰してはいるんで、そろそろ兵も切れる頃でしょう。よし、これでもう兵切れたね。うん。報告いたす。ご命令を。じゃあ、商業進められない。兵糧買おうか。取引を行いましょう。はい、ということでね、この辺でね、終了したいなと思います。まあ今回ね、確かここら辺ね、取れたっていうのはね、ちょっと勢力大きくなったかなっていうところですね。ご視聴いただきありがとうございました。